リンケーフハオチライ。昨日さ、そのスタジオでね、スイちゃんとかアクタンとかトワイ様とかいたんだけど、そのポケモンのなんかバグのなんか動画がすげえしょうもないけどめっちゃおもろい動画があってさ、それがなんかスイちゃんタイムライン流れてきたらしくて、めっちゃ笑ってフフフフフフってなんかすごいなんか隣でお弁当食いながらさ笑ってるからさ、どうしたんだろうって、何って見たいみたいな感じで見たらさ、すごいなんかなんかやばい動画だったんだよ。海ディグダのやつ、何知ってんの誰が言ってんだ、バズってるから俺たちにも流れてきたから。やめよ、このめっちゃ面白くてめっちゃ笑っちゃったもんマジでさ。みんなね、ぜひね検索してみて、ぜひっていうのもあれだけど、バグが結構多いじゃないですか今回。それでさ、なんか足元にそのポケモンのモンスターボールが足元、ほんと足の間ぐらいになんか転がってきて、ポケモンがさ、まあ召喚されたモンスターボールからさ出るわけじゃん。それが海ディグダだったんだけど、プレイヤーの足元に来るから、なんか海ディグダがポーンってなんかポーンってあまりの衝撃さにね、吹き出した。あれさ、マジで、そりゃバズるよなと思う。